こんにちは皆さん私は今パソコンを持ってきましたえっとですねコメント返し第2弾やろうと思いますイエーイということでですね <laughs> やっていこうと思いますよ <laughs> ここ1週間ぐらいちょっとワンとあのビデオが開いたんですけどですね小テストがあったってや小テストがあったり あと娘の学校インフルで3日間学級閉鎖とかなんかそうなるとね、私ねもう <laughs> YouTube がいっぱい休みですって感じになっちゃうんですけどすいませんねこれからもうちょっと更新や頑張っていこうと思うんでよろしくお願いします皆さんオッケーコメント返しいくで1、うんね、つ目、私も仕事と育児をしながら資格の勉強しています。いい、ね、こうい,うのいいいねこううのよ 夕飯っててどうしてますか仕事終わってから勉強子供の習い事の後、夕食どうしようってなりますうわすっげえわかるえこれさ私同じこと聞きたい <laughs> え私も悩んでるしか <laughs> もさなんか私ね今で、ね、もうねグルテンのことしか考えてなくって皆さん花粉の時期じゃんねで うちの家族今のところ花粉の症状出てないんだけどハワイに住んでた時にハワイってすごく花粉があってまあ結構有名なやつだとマンゴーの木とか花粉がすごいんだけど私はね症状はないのなんだけど、うん、とうちの旦那と一番上のお兄ちゃんキャムロンが花粉の症状結構出るタイプででまあ、さか花,花粉を調べていくとグルテンねグルテンを取りすぎるとその 腸内にそのグルテンがひっついてなんか花粉ね花粉のその症状が出るとか言ってまあグルテンカットしたいなと思ってその花粉の時期とかもそうだしあとやっぱりグルテンの取りすぎってあんまり良くないんだよね体にねだからそれでさなんか最近グルテンのことばっかとか考えててだからさ家にパンがないんですよ <laughs> 家にパンがなくってで頑張って米粉のパン作ろうと思ってさあのー。 なんだっけリサイクルショップでね私やってんねいろいろリサイクルショップ行ってさパンのホームベーカリー買ってきてでおっしゃーと思ってなんかやっと家で米粉のパン作ったりとかって思ってでそれでさ電気つけたらさ音が鳴ってんねうううとか言って「ううえーとか思ってさ「鳴ってる」とか思って全部材料入れてそれでまたあのボタンプンって足してやってさ「あこれでもうほっとけばできちゃる」とかと思って振ってみたら。 ううって言「あれ今?」とか思ってこれ時間が経ったら回り始めるのかなとか思って <laughs> また15分ぐらいって見てさ「回ってねえの」あ「あこれは?」って思ってそれで調べたら要はパンのイホームベーカリーのマシンの中にあるベルトが切れてるらしくでまずさ私リサイクルショップで買ってるからそういうことはもちろんあると思うんだけどなんかもう材料全部入れたしみたいなああとか思ってさ でなんんか結構絡まってるんですよねだからそのグルテンのこととかもすげえ頭の中に最近あって米粉のパングルテンみたいな花粉みたいな感じじゃんでだからあんまりグルテン取らないようにしてるからさもう本当にパスタとかもグルテンフリーのパスタだしうん何それ以外になんかもう本当に小麦系はさ取らないようにしているのね だけど、例えばさグルテンフリーのパンケーキとか作っと子供手つけねえしその朝だからめっちゃ無駄になったよ朝とかうんなんかすげえつらいしなんかすげえ作って手つけられないっていうのが一番つらいじゃんでそういうのもさすごい経験するタイプだしあと子供たちも結構あのピッキーだからなんかうちの一番下はうんとそうパンケーが好きパンとか麺が好きでう,んとうちのお兄ちゃんはお兄ちゃんは お米が好きだし、で真ん中はなんかあのー、何オートミールとかが好きだしみたいな感じでみんな好きなやつが一緒じゃないわけよとかだからさかなり悩んでますよ私だってめっちゃ悩んで空回りしてますはいなんで教えてください <laughs> 教えてくださいでさなんかさ小さいうちはさ、あの本、ー、当それも4歳とかもあのやっぱり体小さいしまだ子供だから お肉とか食べて食べたりとかさ。あと油系とかはやっぱり上手に分解できないんだよね。体でだから、それがこのかゆいっていう感じに出ちゃったりとか咳とかさ。そういう風うにやっぱり子供ってそういう風に出してるんだよね。だからそういうの考えると、やっ,ぱやっぱりお魚あげたいなとか思ったりするんだけど。魚も新鮮なのは買ってあげたいしで、なんか魚料理ってやっぱり匂いとか気になるからその他あげちゃうとまあげるとほらね。 ディープフレッまた油えっとみたいな <laughs> とかさもうそんなんでねもうんぐる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 してますはいだから結構うちの旦那にはもうあの同じ食べ物でいいんだから子供が好きなやつだけ作れって言われてるのでそのミートソースのスパゲッティとかさなんかそういう感じになるんだけど、まあ、それをヘルシーな感じにするとなんかミートソースをそのミートを豆腐に変えてとかさねあなんか固めの豆腐あるじゃん なんかそれに変えちゃってで野菜たくさん入れてでグルテンフリーのパスタでとかもうん、ああみたいなもああみたいな感じになるよね。ねまあでもそれでも子供は食べるからなんかそのとかなんか結構もう本当にあのチャレンジなんか新しい食べ物を見つけようと私はいつもするのななどういう感じが好きかなみたいな感じでなんか新しいものを提供してなんか。 これ紹介してさ、こういう食べ物はあるんだよ、みたいな感じでやりたいんだけど、割と結構フェアをするから、<わ> <laughs> なんか旦那はもう、そんなんでなくなったな <laughs> <わ>、みたいな。<laughs> もう、当たり前に彼らが食べるやつだけ作りなよ、みたいな感じで言われて、いやー、む無いっすね。無ずいっすね。でも大体、ご飯作るの私、あれです。うんと、2時とか3時とかに、ね、ご飯作ること結構多いですね。あと、それかもう、 ただもうオーブンに入れて焼くだけみたいな感じにしておくとかその時間の間であとお米とかもその時間にもといでセットしておくとかそんな感じで、うん、とそう習い事が入ってきちゃうとどうしてもその間ほら料理作ってる時間帯じゃんどうしても習い事の時間帯ってでそれができないってなると結構そのまあ早めの時間帯でやっちゃってますだからねカツカツだよねなんかもう あ,あーやっと勉強も終わったしなんかエディティングもまあちょっと落ち着いたからランチ食べたらちょっと休もうかながないよね本当にフルフル常にフルフルみたいなだからもう夜は8時ぐらいになるともうくったくたでんか <laughs> こんな感じでさあもうこんな感じなわけよね超わかりますぜひ教えてくださいぜひ教えてくださいもうさ今ってさインスタグラムとかにさいっぱいさねわかる なんか最短でできる簡単にできるワンパンでできるとかなんかさ1つの鍋で全部できちゃうとかさ色、ね、々あるじゃんやろうやるあるんだけどでもそれには子供がめっちゃなんかピッキーやねんみたいなねとかねあるからね超わかりますよ是非いいのあったらコメントで教えてくれやみんな <laughs> 頼むて頼むてそんな感じかなえっとジムのトレーニングメニューは何か参考にしていますが 住んでいるところにジムがあるのですが、自分では何していいかわからないんです。初めてわかんないよね。私も正直な話さ、正直な話、あの自分の体型に合って自分のライフスタイルに合ったワークアウトを見つけるってなると、もうパーソナルのあのジムの人じゃない、パーソナルトレーナーをつけるのがベストだと思うので、ね、それが一番最短で、なおかつ無駄なく。 無無駄駄ななな時間と無駄な体力なくあの、自分のねあのなりたい体になっていけると思うんだけど、まあ、パーソナルトレーナーつけるにはお金もかかるしあれだから私がもう本当にやってるのは YouTube で、えっと、30分ワークアウトとかねその日30分ワークアウトしたいんであれば30分ワークアウトとか20分ワークアウトとか20 minutes ワークアウト30 minutes ワークアウトとかさ 45 m i n メ t e s とかもあるのね。それで打って、で、それに、うんと、やっていくじゃん。で、だんだん体が慣れていくと、あ、じゃちょっと重いもの持ってってみようかな、みたいな。で、あのー、ほら、筋肉つけないと痩せないらしいからね。だからやっぱり筋肉つけるって大事だから、今度重いダンベルとかを持って、持ちながらやるワークアウトとか。なんかいろいろあるじゃないあとは、ジャンピングロープあー。縄跳びとかさ。っていうのを、結構、英語でリサーチする。何でもかんでもそうだけど、英語でリサーチするとさ、 あの莫大な量の情報が出てくるわけよねだからそれでうーんとワークアウト自分に合うの見つけてやってますだいたい最近はも,もうそうやってもうずっと最近っていうかもうずっとそういう感じでワークアウトしてる20分ワークアウトだな今日はっていう時は20分2 0 m i n u ワークアウトの withdumbbell とか withweight とかそういう感じでちょっとウェイトをしながらやったりとかあとはもう今日は別にこういうガシガシワークアウトしたくないなっていう時はなんか30分のヨガ とかさうんまあ、そんな感じでやってます、まあ、私が結構フォーカスするのは時間,時間と、まあ、内容だけど、まあ、時間結構大事じゃん長くやりたいなっていう人あもうスパンと短くやりたいなっていう人があるから時間でまず調べてであとは何をやりたいかなっていう感じ、まあ、とりあえず何分ワークアウトって打つといろいろ出てくるからそれから自分で調べたらいいんじゃないかなと思います。そししたら家でもでもきるし まあ、私みたいにこのジムに行って自分でシート敷いて YouTube 見ながら勝手に自分でやるみたいなさ道具とかはもうあっちに全部あるからそれ使わせてもらってみたいな感じでやるかなあの眼鏡私がつけてる眼鏡があるんだけどそれ結構聞いてくれる人が多くて2つあるんさこれこれが1個これあねえー、っとインスタグラムでも質問してくれてる人がいたんだけどで、ね、これは最近日本に来てから買ったのこれは うんとまあ両方そうなんだけどもう一個の方もそうなんだけどもう一個の方は私アメリカ行った時に買ってこれは日本にいる時に買ったんだけどあのブルーライトをさ要はカットできるただの伊達眼鏡なわけ伊達眼鏡なわけあと UV とかブルーライトとかをカットするやつでなんかねやっぱりどうしても一日中ずっとパソコンする仕事だから私勉強するのもそうだしエリートもそうだけど結構パソコンに向かっていることが気づくと多くってでそうするとさもう。 午後ぐらいになると目がさすげえなんかシパシパしたりとかねか,なかああ目いってみたいな感じになってくるわけでそれってもしかしてブルーライトなのかなーとかさ思って一応かけてるんだけどあと、まあ、まあおしゃれでかけたりとかするんだけどさまあそういう感じで使ってますえっとねあ両方ともアマゾンで見つけて目がねブルーライト黒縁とかさなんかそういう感じで調べると出てくるよ全然うんはい聞いてくれてありがとうございます そうです。はい、はあ。ナイスなこと言ってくれてますね、うん。もう何年も前から見てます。コメントもちょくちょくさせてもらってます。だってありがとうございます。私はアパレル勤務の32歳の4児の母です。すごくない <laughs> お子さん4人もいて働いてる。すげえ。しかもお子さんみんな小さい。6歳、4歳、3歳、1歳だって。すごいね。みんなあホップさんを見て何か勉強を始めようと考えていたところ 職場でいつも観光客の方の対応時、うん、英語が死ぬほど苦手で脇汗び,びっしょりな自分がいることを思い出しましたずっといつか勉強しようと思い気づけば10年ほど経っています勉強の仕方が全く分かりませんまず何から始めればいいでしょう限られた時間の中でもホップさんのように有効に使っていきたいです数育児を理由にしたくありませんよろしければ教えてくださいあっほんとね私これ思うんだけどなんかさ 私はさ今までこの旦那とのコミュニケーションが英語しかなかったからどうしても勉強するしかなかったしあと日常の生活の中でやっぱり会話がそうだからどうしても触れる日常の生活の中で英語に触れることが多かったわけよね。だから今 日常会話生活するでこで困らず喋ることができるんだと思うんだけど例えば私がさ、うん、と旦那さんが英語話す方じゃない方で日本人だったとしてねで普通日本にか日本語の会話しててさだから英語に触れる必要もなくで生活しててだったら絶対にこういう風に喋れてたと思わないんですよ。 だから環境がまずそういう状況だったから私はなんていうのかなねうんと話,す話せてるんですがほらそういう状況じゃないそういう環境じゃない人たちもさやっぱりこの先ほら英語必要だっっててみんなな言ってるじゃないだからあの焦ってやっぱり,やっぱりやどうそれでもやっぱり勉強はしなきゃいけないんだなって思う人もいっぱいいると思うんだけどなんかこの間ね 見 YouTube で、うん、とこっちのメガネが四角でこっちのメガネが丸のさあのごめん名前わからないんだけどかあとアメリカの大学で教授してる教授されてた方かな、うん、がコメントでコメントしてたんだけどテレビで,でそれを YouTube で見る機会があったんだけどね彼が言うには日本人はそうやって英語は必要だ必要だとは言っているんだけどなんか人によっては必要じゃないんですよみたいな感じで言ってたわけ。 こう生活していく上で,でだから勉強しなくていいんですよっていう人たちとあとこのこの先何て言うのかな海外に触れるあ機会があってうんと生活するとかあとはそういう系の仕事をするとか何でもいいけどそういうのでどうしても必要っていう人はやっぱりあの勉強しなきゃいけないんだってで2パターンに分かれるってその人が言ってたのね。だからすごく全然もうう必要じゃないいっていう人と 必要だっていう人と別れると。れる今まで結局日本がこの英語は必要だよねって言っても大半大半っていうかさねあのまだかかか海外と比べて英語が弱いい国じゃないでそれは何で日本はそうだかっていうと結局日本はそうやって英語を取得しなくても生活でき,たできてきた国なんだってね。だから うんと日本だけで日本語だけで生活してこれたしそれでその生活水準が下がるわけでもなくあの、ね、みんな取得もあってさ困らなく生活でき,たわできてこれたわけじゃんだからまあラッキーっちゃラッキーで、うん、と幸せなことなんだってでさだから、まあ、必要か必要じゃないかっていう話で,でそれでやっぱりその自分が費やせるこの威力が変わってくるよね。 と、あとあもう常にその環境にいてそれしかも周りにないからそれで喋れるようになった人だからさ私はかそういう環境に行かないしあーだけどやっぱりそういうね、あの生活していく上でとか仕事をしている上でかそういう英語に触れることがあるから勉強したいっていうタイプとさあの分かれてくると思うんだけど。 んと難しいよね、あのー、私はどういうふうに勉強したかっていうと一番初め旦那と知り合った時はえ全然英語喋れなかったです初め知り合った時だから全然コミュニケーションとかできなくってだけどだけどまあそれでどうにかさ大変な時とか乗り越えてきての結婚しての子供での海外生活してのっつってあの、まあ、そうやって生活してきたんだけどだから初め全然英語喋れなかったです。 で初めどういうふうに勉強したかっていうと旦那のの話ししてるのを真似してたあと高校の、あのー、もう文法のなんかあるじゃんなんかテキストブックみたいなやつを買ってきてもう「I'm going to」から「I have to」ね「I must」とかさなんかね「I might have to ね」ねななんかなんかそういう感じの。 そういうい感じのさもう日常生活で結構使うね。I am とかさ、I was とかさ、なんかそこら辺のやつをまずマスターして、それをそういうテキストブックとかもう持ってたんかな、もともと高校で使うようなやつよ持っててで、それをもうマスターして勉強して、で、うんと、で、単語ちょこちょこやったりとかしてさ、でもさ、言うよね。なんか結局単語を勉強しろって。なんか文法ができなくても。 単語さええ話話ししちゃえば会話になるし文法なんてそのそこに後からくっつければいい話だから結局単語を知ってればあのいいと私は逆に文法はできたけど単語あんま知らなかったからさあのボキャブラリー少なくって <laughs> それもそれで良くないんだよね。でなんか映画見るといいとかさ字幕なしで見るとか字幕付きで見るとかさあとなんかその音楽聴くとかでなんか音楽もその。 ラップとかそういうんじゃなくて、綺麗な曲、マラー、私はマライキャリキーさんだけど、マライキャリキー聞くとか。なんかやったけどさ、結局さ、曲とかも日常生活よ、で、起きる会話。が、知りたいわけじゃんね、わかる。なんかレインボーからバタフライがうんちゃらとか、じゃあ、そういうんじゃないんじゃんか。だから、マライアキャリーとか、まあ、聞いてても、なんか、いまいちなんか、なんか時間の無駄だなみたいな感じで。 で、一番私の中で、あ、これが私に聞いたな、私が一番、あの、身についたなっていうやり方が。リアリティーショーを見ることでした。うんと、その時は。キーピングは、with car dasher ですか。うん、キーピングは、with car dasher っていう。 そのカールシャンファミ・ミカールシアンとかカイリーとかあのファミリーいるじゃんあの人たちがやっているリアリティーショーがあってで彼の人たちってさお金持ちだしさ LA の子だからさすごく英語が綺麗なのね <laughs> まあ LA なまなんだけど綺麗だからそのをずっと見てまあ面白かったしねだからしかもさああいうリアリティーショーで起こることっていうのは自分の日常でも起こるようなことなわけなんか自分で起こるようなこと を話してるんだ,よ、ね、だからそれをちょっとずっとこう聞いてみてききずっと聞いてみてみたいなのずっと結構とキャムの方が小さい時、うん、なんかおっぱいあげながらとか見たりとかしてでと勉強してまたそれが一番私は自分の身になったなっていう気がするなんかだからあっちの子が言う「oh my god とかはなんか「oh my gosh とかそんな感じなのね。<laughs> <laughs> LA の場に「オーマイガーシュ」とかなんかそうとかずっと一人で言ってたりしてそういうふうに勉強した私はねでもさ彼女の場合この質問してくれてる方はさ彼女はそのお母さんっていう4人のお母さんっていうめっちゃ忙しい仕事があるなおかつお仕事してるんやアパレルのねもうそれでも一日ぎゅうぎゅうでカツカツじゃん でそこにあの火事が乗っかっかてくるわけよ、ねね、た作るなんか作らなきゃとかさ習い事とかあるわけじゃんかだから私が思うにその、うん、と私が、うん、今時間があればやりたいなと思っていることが本を読むことなんだけど私が本を読むのを食い込ましているのが子供の習い事に行く時に, <laughs> についていく時に読む大体、ね、読みあその習い方って1時間じゃんかでその1時間の間で、まあ、30分とか。 もう本をがっつり読むとかそんな感じでやってたりとかずーっと読んでらんないじゃん子供もはみたいな感じになるでしょだから「えーとか読んで「えーみたいな感じが一つであと、うん、お風呂入るとき、ね、あとなんか聞けるんであればその料理してるときとか、うん、が 一番そのこの忙しいママたちの中ではさこう食い込まられる時間帯だと思うからそういった時にうんと、うん、聞,け聞くのがいいんじゃないかなと思う通勤の時間とかに聞くとかさで彼女のその場合はそのなんていうかな仕事,が仕事での周りの英語が必要なわけだよね。ねなんか子供との英語の会話とかさ、ね、そういうのではなくって仕事をしている上で英語が必要でだからその仕事の。 周りの単語をまず勉強していけばいいけばんじゃないかなと思います。ねあのビジネス英語じゃなくていいからさそこら辺は全然触れなくていいからなんか例えばこのミディアムサイズ、うん、もうあるけどラージもあるよみたいなさなんかそういう感じの単語をなんかいっぱい覚えていったりとか。 うんとこのストックははうちににないけどまあ旅行で来る人ってそういうさ「他店にあるから取り寄せ」とかそういうのは結局どうでもいいじゃんかその時その場で買いたいわけだから、まあ、そういうのは別に気にしなくていいと思うけどなんかそういう言い回しがねできないとうーあるのに言えない上手に言えてないみたいなさこう汗かかかくよね分かる分かる,分かるだからそのうん職場のことを基本にしてその周りの単語を攻めていくといいんじゃないかなと思うよ。 どうでしょうかでもね人それぞれだからね勉強の仕方ってね難しいと思うでも今の時代はやっぱり見たり聞いたりっていう勉強の仕方が一番この入ってくると思うからさほら気づけばみんなスクロールしてたりするじゃんそんな感じでそのその流れでこう英語もね勉強できたらいいよね勝手に入ってくるからねはい次いきます <laughs> そう この人のこと詳しくないんだけど専業主婦なんで子供保育園に預けられるのっていうコメントがついてたんだけど私のビログを見た人でなんかさ私今のこのずっと私のことを見てくれるサブスクライバーの人たち登録者の方とか今までずっとビデオ見ててくれた方た,たちみんな大好きめっちゃ大事だけどなんかさビデオをこうやって毎週毎週上げていきたいって思ってやっぱり今の ナンバーよりもう少し膨それはやっぱりこのさバーンって YouTube を見た時にあこんだけサブスクライバーいるんだってやっぱり結構みんなそこで基準があるのよ。で、うん、と私はあんまり今までナンバーを気にしないで生活してきたんだけどだかやっぱりそこそこナンバーがあると自分の、まあ、有利というかなんかそれこそ仕事が来やすかったりとか信頼だったりとかその数が。 あこんだけ言ってるのいいんじゃないみたいな感じのみんなの信頼のラインだったりとか結構あサブスクライバーって大事なんだなっていうのを意識し始めててでこういう風にさこう外今までこう見てないかったっていう人もほら来るわけじゃんこれをさっきね増えてきてほしいからさでそうなるとやっぱりこういうコメントってあると思うのこういうこの人のことあんま知らないんだけどみたいな感じのコメントだから私全然何つうの昔はうわこういう人来たとか思ってたけど今はけがああ見つけてくれましたかって感じなんだけど そうこいつ巻きさんをねでなんで保育園に預けられるのって言っててであのじじ「現在は大学生です」ってコメントしてくれる方がいらっしゃいましたありがとうねそう今はそう大学生と仕事をし昼間しているからって私がこれ書いたんだけどこの昼間仕事してるからっていうのは YouTube なんだけどさなんか多分ね今私大学コミ,ュニタリコミュニティカレッジ始めたばっかりで もう初め何も分かんなかったからさ、あのー、それこそ授業をもうわーってなっちゃってやりすぎに授業の数にもついていけなくって宿題にもついていけなくってわーってなってもうドロップオフするっていうかそういうふうになるのが絶対に嫌だったからもうめっちゃ少しずつ始めてて今だからさクラス2つしか取ってないしかも簡単なクラスしか取ってないのねだから、あのー、やっぱブログ見てても内容薄いじゃんか ね、っていうのも本当に2クラスしか取ってないからじゅ勉強してる時間も本当になんていうのうわーって一日中うわーって勉強してるわけじゃないし3時間からまあ4時間4時間半ぐらいとかそんぐらいしか勉強してないしね。で,あのでもうエディットしてるとかそういう時はさあ,のあんま取ってないことが多いからだからそういうふうに見えると思うんだけど。あの 結局この先も私はずっと大学生なわけであって1人の人がその1つのスメスターに取れるクラスっていうのは別に1個でも2個でもいいし5個でもいいわけよその子がハンドルできれば何個でも取ってもいいわけでうんと私はほらもう一番初めにスタートしたばっかりだから2クラスしか今取ってないけど次のスメスターになれば別に3個取ってもいいし4個取ってもいいわけ私次第なのね私がどれだけ今の生活とバランスを取りながら授業をとつけて 授業を取りつつ、つつ、子育てしつつでこのビ YouTube を上立していけるかっていうところだから私な第なんだけど全然この先もクラス増やそうとも増やせるしまあそれは私次第でだからなんていうのかなうーんとなんで保育園に預けれるのっていうクエスチョンやっぱこうビログ見るとあるんだって思ってこういうふうに思うんだ結局正直な話さ100あるうちの10しか見てないからさみんなだからまあこれはさあの もうどの YouTube でもそれこれで、ね、も基本的みんな知らなきゃだといけないんだよね知らなきゃいけないと思うんだよねうんこういうあの動画を通して見ているものはあなたは本当に100あるうちのうんと本当に5から10しか見てませんからそれであの全部をか喋っちゃダメだよねと思うし まあ普通にこの「なんで預けられるの?」だからさまあ,あのシンプルなクエスチョンだと思うんだけどまあ多分そういう人も中にはいるだろうしっていう人もいるからまあ、YouTube の基本は本当にあの全部見てないからあのそこれをバックグラウンドにか持,ち持ちつつやっぱ会話しなきゃだよね誰にでもお友達とかでもそうじゃない なんか結構飲みに行ってるけどとか言って言うけど割と結構飲みに行ってるのは月2回ぐらいで結構常にお家であで頑張って家事してますみたいなさ人もいるわけじゃんか分からんけどだから自分から見えるその人って自分が見たいその人なんだよね <laughs> 分かるこういうふうにこの人見たいなと思ってる自分の理想があってのなんだよねだから うんとまあ、ちゃんとそこにバックグラウンドあるっていうことを考えながらっていうことっすよどんなんがあったかなちょっとね前回のまでキャッチアップできるかは分からんけどうんとコメント返ししていく <laughs> あともう一個ね面白いのはだ旦那さんの登場からホッピーさんのヘアカットの話を見て思い出したことがある昔旦那さんのヘアカットの動画あったよねすごく懐かしい <laughs> あ <laughs> のビデオなめんどくさかったからあのサブタイトルつけなかったからあんま何喋ってるかわかんないかもしれないけどなんか私が思った以上に結構短く切っちゃったっていうビデオだったんだよねで旦那が結構あれあ,あれみたいな感じだったんだけど <laughs> そう <laughs> そこにさホッピーじゃなくてホープピーだと思ってただってこれねニックネームなんだよねああののすげーあの ずっと見てくれてる人で、あの飲み物でホッピーってあんじゃん。なんかそれとあのー、なんかこうかけてホッピーってふざけて呼んでる人がいるので、別な話何でもいいんだけどさ、ホッピー、<laughs> そう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 ホッピーさでもあの多分私の名前はホープピーなんだけど、ホッピーっていうで呼んでる人もいるっていう話。まあ、私はどっちでもいいさ別に <laughs> 何でもいいんだけど、前回のコメント返しのあれに。 のぞみさんに前からお聞きしたかったのですが英会話や英語の文法はご主人と出会われてから学で独学で勉強されたんですかそれとも学校に行かれて勉強されたんですかいつも物応じせずだよねアメリカの方と会話されてるのでかっこいいなと思ったのでありがとうございますあのねそう旦那と知らずと時は全然喋れなかったじゃん。でそこかからら、まあ、旦那のの話しし方とかを真似しながら高校の文法を お勉強してでその後にうーんとに、まあ、リアリティーショーとかさ、まあ、育児してたからねうんとベイビー育児してたりとかしながらだったからリアリティーショーとかずっと見て、まあ、見て聞いて勉強してるみたいな感じだったじゃん。で子供がちょびっと大きくなってた時に旦那がうん,となんかさ、あのー、近所のコミュニティカレッジで ESL クラスあるみたいだからやってみるみたいな。うううちのの旦那って結構そういうエディケーションの部分で Keep yourself busy みたいな感じだっけねもしちょっと時間があるんだあればそういう感じでちょっと勉強とかしたらみたいなそれかなんかちょっと時間があれば働けばとかなんかそういうなんうのあの無駄な時間作んないで時間がある時はこれがなんか結構モチベーション上げてくれる人なんだよ。そうでその自分たちが住んでたところの近くにコミュニティカレッジがあって夜その ESL のクラスがあると。でその コミュニティカレッジがやってる ESL クラスっていうのはさそのコミュニティカレッジに入りたい海外から来た生徒たちがこのコミュニティカレッジに入りたいんだけどそ,のそこまでのエングリッシュレベルがないからこの ESL クラスを取ってでこの自分がカレッジレベルに英語のレベルを上げてってそれでやっとそのなんていうの,あの高校の授業を受けれるっていうその ESL クラスだったね。で、私は別にその時、 コミュニティカレッジに入ったわけではないんだけどその ESL のクラスだけ夜取っててちょっと英語の勉強しようっていう感じで取ってたんですでもその時取ってたのがうんとライティングとか、うん、とスピーキングとかもあライティングとうんと打つ書くやつだからどういうふうにこのエッセイを書くかとかその時それで勉強しちゃうんだよねんか基本的にどの言葉がキャピタル あの大文字になってどの言葉が小文字でとかさ、あるじゃん。いろいろルール、英語っていろいろルールあるのね。うんとエッセイを書き出すときは、ほらちょっとほらスペース開けるとかさ、なんかいろんなルールがあるんだけど、なんか総例とかね英語のルールとかなんかそういうのをそこで勉強したんだよね。E.S.L. に行ってたのはね、半年ぐらいかな。行ってで引っ越しとかになったのかな。別に。 カレジには入学しないしみたいなコミュニティカレジのその時入学しないしとかで,で結局、まあ、ちょっと時間があったから ESL クラス行ってるっていう感じだったかなでちょっと英語勉強してエッセイの書き方とかその時勉強してうーんとでその後は別にほら英語を意識して勉強してることもなかったまあ日常生活でどうしても会話しなきゃだしねっっていう感じだったからうん。 なんかわからない単語があればリサーチしてそれを会話で使ってっていう感じだったかなだから私が勉強したっていう感じだとそんぐらいなんだよねうんそうあとそうあのねいインスタグラムの方にちょっとごめん名前忘れちゃったんだけど内容はうんと私がさこの間ビログで喋ってたバーキー水のフィルターのやつなんだけどあれ うーんと塩素なんか日本の水はアメリカとか海外の水に比べてすごい塩素が塩素だっけが強く入ってるとでうんとそのバーキーを使うことによってその匂い取れますかっていう質問だって塩素だったと思うんだけどな,なんかその分かるあの水に入ってるやつだよ。をんか匂い取れますかっていう あの質問だだったと思うんだよねあの質問させてくれた方の名前とかもうちょっと詳しいことは忘れちゃったんだけどそういう感じの内容だったんだと思うんだけどえっとですねこのお水の,うんとそのバーキーのお水のフィルターのことを会社とか調べるといろいろ YouTube のビデオが出てくるんだけど私がびっくりしたのがこのフィルターさ川に持ってって。 なんかすげえなんか泥水みたいなわかんないけどなんかそれをすくってそのフィルターにかけたら普通の水になるっていうビデオがあったので、それ見た時にうわすげえと思ってでうんと結構海外のナチュラル系を志向している YouTuber の方とかは結構使ってる人が多いわだけだからそういった信頼もあって私は使ってて日本に来て使った印象はうーんと味 まあ臭いあんま気にならないかな私は気になりませんで味は普通に美味しいっつうかまあ普通みたいななんかわかるタップウォーターなんかあのあそこああのあそこからさ弱虫から直接出したあの匂いとあの味じゃないもちろんと英語よくわかんない方だとその会社のビデオとかちょっとあ何ていうか分からんからもだけどでも あの映像とかでさなんとなくわかるからあの英語でぜひ調べてみてしたらいっぱい出てくるから、うん、そこで、あのー、気持ち決めちゃってもいいんじゃないかな私私の印象はは大大丈夫私は今のところ大丈夫夫今とこだけどフィルターねあれは定期的に変えた方がいいから中に、えっと、4つ入れるところがあるんだけど4つ入れてもいいし2つでもいいのね4つ入れると早く越してくれる。 で2つだととちょっと時間かかかかるって感じかなだからあー水切れてるっていう時にわっと水入れてからそのこす時間がちょっと時間かかるから待たなきゃいけない時もあるけどまあ2つか4つっていう感じでフィルター入れるのねでこのフィルター自体をやっぱり定期的に変えなきゃっていう感じかなはいそんな感じだったと思います皆さんコメントとか質問とかありがとうございました はいこんな感じで今回のビデオを締めていこうかなと思います皆さん私のビログがパターン化してきてますで <laughs> 分かってると思うけどパターン化してきてますで私は人間ですのでこのスケジュールがパターン化していくっていうのはすごい嬉しいね生活しやすいからでも多分見ている方はあーなんかちょっと雰囲気が同じだなみたいなふうに思うんだと思うんだね だからちょっと悩んでますんでなんかこういった感じのどうですかみたいなのあればぜひ教えてください。ということで今回見ていただいてありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。Thank you so much! Bye!